宝岐寺西門前宝岐寺は奈良県伊古郡枯賀町岡本にある聖徳州の寺院。古くは岡本寺、池跡寺とも呼ばれた。三号は岡本山。本尊は十一面観音。聖徳太子建立七大寺の一つに数えられることもあるが寺の完成は大使が没して数十年後のことである。法隆寺地域の仏教建造物の一部として 世界遺産に登録されている。寺名は20世紀末頃までの文献では、北記事と読んでいたが、現在、寺側では、法記事を正式の読みとしている。これは、法記事が法流字とともに、世界遺産に登録されるにあたり、法の読み方に一貫性が欲しいという理由により、高田義信法流字館長により、法記事を正式とするという判断がされたためである。 長年の親しみもあり、今でも北紀寺と読む人は多い。世界遺産、法隆寺が所在する怒るの里には、法紀寺のほか、法輪寺、中宮の寺など、創建年代が7世紀に遡る古代寺院が存在し、この地が早くから仏教文化の栄えた地であったことがわかる。法紀寺は法隆寺東院の北東方の山裾の岡本地区に位置する。この地は、 聖徳大子が、法華行を講じた、岡本宮の跡地と言われ、大子の遺言により、四足の山城の大慶王が、岡本宮を寺に改めたのが、法記寺の始まりと伝えられている。その後、除明天皇十年に、福助僧上が、弥勒像と近藤を造立し、慶雲三年に、慶史僧上が、三重塔を建立している。天平十九年の法隆寺演技には、 聖徳太子根流七字の一として、池跡と天寺が挙げられている。この池跡と寺が、宝紀寺と同一寺院であることを示す最古の資料は、宝紀二年の七大記で、そこには、宝紀寺、時の日と呼びて池跡と寺とすとある。一方、この寺には、岡本寺という呼び名もあり、天平商法二年の蔵東大寺市長案に、岡本寺とあるのが、 最も早い例である。旧世紀成立の仏教説話集、日本芸域には、大和国平軍、イカル村岡本二次の観音像にまつわる、霊言譚を載せるが、そこには、岡本天寺は、聖徳太子の住んだ宮を寺に改めたものだとある。このことから、岡本寺が、イカル村にあったこと、聖徳太子の宮を寺に改めたという創建演技が旧世紀の、 時点でルフしていたことがわかる。創建当時の建築で現存するものは、三重塔のみであるが、1960年以降、実施された境内の発掘調査によって、近道跡、坑道跡が検出され、注文についても変わらせ危機団の跡が検出され、創建当時のガラン配置が判明した。旧ガランは、近道と塔が左右に並び、法隆寺参院のガラン配置と似るが、 法隆寺とは逆に近藤が西、東が東に立つもので、このような形式を法紀寺式伽藍配置と称している。また、発掘調査の結果、旧が乱根流以前に遡る掘立柱建物の遺構や、石府の雨落ち溝が検出されたことから、法紀寺創建以前に何らかの前身建物が存在したことは確認されており、これが岡本宮ではないかと推定されている。 宝棄時の旧ランは南を正面とし、南北の中心軸に沿って建てられていたが、前進建物や溝は南北の軸線より西に約20度傾いた軸線に沿って作られている。建物の中心軸が西に約20度傾いている点は、放流寺の前進である若草ラン跡とも共通する。三重塔の建立時期、及び寺の建立経緯については、鎌倉時代の記録の検診の 聖徳太子伝式に引用されている、法記寺未登路番名という資料が、よりどころとなっている。それによれば、聖徳太子は、水古天皇三十年、臨終に祭し山城の大慶王に遺言して、岡本宮を寺に改められることを命じた。十数年後の除名天皇十年、福助僧正なる人物によって、魅力物を本尊とする近藤が建て始められた。党は、 慶氏総長によって、天武天皇13年に寄港、慶運3年に至って完成したという。発願から、塔の完成までには80年以上を要したことになる。聖徳太子伝式書集の、後棄寺三重塔路盤名については、分位の通らない部分があり、路盤の実物が現存しないこともあって、建築史学者の関の正しなどが、偽作説を唱えた。これに対し、 合図81は1931年、法規児童路盤名文稿』という論文の中で、資料批判的検知から、聖徳大子伝式が路盤名の文字を誤射している点を指摘し、名文の復元案を提出した。この合図の読解によって、路盤名は信頼できる資料と認められるようになった。建築様式の点からも、法棄児童を、 慶運三年頃の完成と見るのは妥当とされている。奈良時代はかなり栄えていた、放棄寺であるが、平安時代には水尾市放流寺の傘下に入ってしまう。鎌倉時代には、三重塔や坑堂が修理されているが、室町時代にはまたも水尾市はじめ、江戸時代に入ると、三重塔を残すのみとなっていた。遠方六年には、正間まどか忍とその弟子たちによって、三重塔が修復され、 元六七年には、坑道が再建されている。文久三年、聖天堂を混流している。明治維新によって所属する宗派が新言宗となったが、1882年には、法隆寺や幸福寺とともに、法宗宗として独立し、法宗宗の小本山となった。1950年に法隆寺が独立して、小徳宗を設立すると、 法記事も聖徳州に収支を改めている。三重塔国宝。今流時期については前日の通り慶運三年頃の完成とみなされている。高さ24メートルで、三重塔としては、日本最古である。また、得意な形式の薬師寺塔塔を除けば、日本最大の三重塔と言われている。日本の木造塔は片三軒が原則だが、この塔は、初層、二層の柱間が三軒。 三層の柱間が二軒という特殊な形式になる。ほぼ同時代の法隆寺五十頭も最上部の五層の柱間を二軒としており、法隆寺五十頭の所層、三層、五層の大きさが法隆寺三重頭の所層、二層、三層にほぼ等しいことが指摘されている。神祖は法隆寺五十頭や中宮の寺頭跡の神祖が地中深く据えられているのに対し、法隆寺では 木段の半畜の途上で据えられており、これは法流寺塔などより時代が新しいことを意味する。この塔は江戸時代の遠方年間の修理で大きく改造され、この時、三重の柱間も2軒から3軒に変更されていたが、1970年から1975年の解体修理の際、部材に残る痕跡をもとに、創建当時の形に復元した。 二重と三重の高乱を解体修理時の復元である。仮乱なら国立博物館像の憲本着色十一面観音像は、法棄寺急造とされる。例えば、吉川博文館、国史大辞典第十二館、角川日本地名大辞典二十九奈良県では、法棄寺を見出し事している。正式には、放流時仮乱縁起並びる岸財長を発し、 ピアニッシも80から87大橋、ピアニッシも102から105ミエ塔などの仏塔の最上部に立つ竿状の部分を草林といい草林の一番下にある方形の台状の部材をロバンと称している。ただし古い時代には草林全体を指してロバンと称したとも言われる。いずれにしても現存する宝記寺ミエ塔の草林は中世の修理で取り替えられており、 ロバン名は記録として残るのみで、原品は失われている。大橋、ピアニッシモも87から101、町田、ピアニッシ三も349から354、岡田、P4 から105大橋、ピアニッシモも115から125、11面間の像。ありがとうございます。